目的目的っと。よし、出かけよう。ダメだよ、私。ちゃんとカレーパーティーの準備を。じゃない。留守番のために準備をしなきゃ。家、家に帰るのだ。ルールは。よし、出かけよう。行き先は。ここは錬金術師ロロナのアトリエで会ってるか。もしそれと感じ悪い。ええ、そうですけど、それが何か。ああ、伝説の錬金術師と名高いロロナに仕事を頼みたくてな。お前がロロナか。いや違うな、大方ロロナの弟子といったところか。違います、弟子じゃなくて娘です。娘。へえ、ロロナに娘がいたとは驚きだ。まあいい、伝説の錬金術師の娘なら最低限の調合はこなせるだろう。お前にはこの道具を調合してもらいたい。それじゃあな。勝手に依頼書置いていっちゃうし。って何これ、やばい、全然わかんない。どうしよう。相談しようにも師匠はいないし、かといってすっぽかしたらお母さんの評判が。絶対絶命のピンチ。でもまだまだ諦めちゃダメだよ、ルルは。とりあえずいろんな人に話を聞きに行ってみよう。きっとなんとかなる、なる、なんとか。どうしてこんなことに。とりあえず広場まで行ってみよう。ムカつく？いや、あなたのことを迎えに来たんですよ。見たところ旅人さんみたいだし、お宿とかお店の場所わかんないんじゃないかなって。へえ、見た目によらず気が利くじゃないか。確かにアーキリスには来たばかりでな。じゃあほら、案内してくれ。エルメルリア・フリクセルです。長くて呼びづらいんでルルアで。そうか、僕はオーレル、クリストフ・オーレル・アーランドだ。
気づいたか。そう、僕は何を隠そう。国を名前につけちゃうなんて。ご先祖様、よっぽどこの国が好きだったんですね。違う、僕はこの国の。ああ、ほらほら、話はこのくらいにして。ポポッ。くそ、調子が狂う。何なんだ一体。僕はたく。はい、まずですね、ここが金の大表、まあ酒場兼食堂ですね。うん、確かにいい匂いがするな。腹が減ったら世話になるとするか。ええ、それがいいと思いますよ。看板娘のお姉さんも綺麗ですしね。でも鼻の下伸ばしちゃダメですよ。ま、誰がそんなこと。次を紹介しろ、次を。はいはーい。ここが銀のタガネ宝石店なんですけど、いろんな雑貨も扱ってますよ。なるほど、質のいい品を扱っているみたいだ。こんな田舎町にこのような店が。ふふんだ、田舎だからって舐めないでくださいよーだ。ま、困ったらここで買い物すればいいと思います。だな、旅をしてるといろいろ入り用になることも。って、おい、グズグズしてると置いていきますよ。くそ、おい待て、こら。そう、でここがお宿だよ。アーキュリスの街はこんな感じ。わかった？オーレル。おい、さっきから気になってたんだが、いつの間にかタメ口になってるぞ。敬語はどうした？え？オーレル、私と同い年くらいだし、いらないかなって。はあ、まあ別に構わないが、なんだかどっと疲れた。今日は宿で休むとしよう。うんうん、それがいいよ。まあアーキュリスは田舎だけどいいところだからさ、目いっぱい楽しんでよね。ああ、じゃあな。なんか成り行きで観光案内しちゃったけど、まあいっか。いや、よくない。結局依頼品のこと誰にも聞いてないじゃん。仕方ない、今からならまだ間に合うはず。金の大王の帝と銀のタガネに行ってみよう。それかオーレルに素直に話すかだよね。そっちも後で行ってみようかな。さーて、どこに行こうかな。何かご入り用ですか？
それとも珍しい鉱石を見つけたとか。いや、今日はどっちでもないんだな。実は。錬金術の依頼？私に分かることならいいんですけど。これごめんなさい、やっぱり私にはちょっと。すみません、私が天使として未熟なばっかりに。もっともっと勉強をしなければ。いいよ、気にしないで。これあくまでも錬金術の依頼だからさ。ここは宝石店でしょ。レフレはいつも頑張ってると思うよ。そうなのでしょうか。私の不勉強で。ああ、大丈夫、大丈夫だって。とっても助かった。ありがとね、レフレ。それじゃ。おかげさまで。ルルアちゃん、ご飯食べに来たの？ちょっと聞きたいことがあって。ふむふむ、なるほど。道具の調合を依頼されたと。リーザネ、何か分かったりしない？そうね、さっぱり。あっちゃー、そっか。まあ錬金術のことだしね。そうそう、食材とかお酒のことならまだしもね。ごめんね、ルルアちゃん。気にしないで、リーザネ。相談に乗ってくれただけでも嬉しいよ。じゃあまた今度ご飯食べに来てちょうだいね。もちろん。それじゃあまたね。はーい、結局道具の手がかりはなし。依頼を断るのも失敗。退路は断たれたと。これはもう徹夜してでもどうにかするしかないよね。よし、そうとなれば。師匠のアトリエにこもって必死に考えるぞ。大急ぎでお引っ越しだ。
腰を置いていろいろ考えてみたものの、結局何も浮かばなかったよ。どうしよう。このままじゃオーレルに怒られて、お母さんの評判を下げちゃって、けどその道具が作れないと。ルルアちゃん、ちゃんとごめんなさいした方がいいんじゃない？ダメだよ。私がお母さんの評判を下げるわけには。そっか、そうだよね。かといってピアニャさんもいないわけだし、困っちゃったね。八方塞がりな気がする。だよね。神様でも誰でもいいから、誰か助けてよ。あれ、今この本光った？え？いやね、この前落ちてきた本が光ったような気がしたんだけど、気のせいかな。ん？嘘でしょ？どういうこと？ちょっとルルーちゃん、どうしたの？すっごい慌ててるみたいだけど。本に文章が増えてるの。しかもこれすごいよ。依頼の道具の作り方について書いてあるみたい。ところどころ意味わかんないから、多分だけど。そうなんだ。私には相変わらず真っ白の本に見えるけど。じゃあやっぱり私にしか読めないのかな。でもこれはチャンスだよ。この本に書いてあることを読み解いていけば、オーレルからの依頼もバッチリこなせるかも。よーし、そうとなったらいろんなことをやってみよう。きっとなんとかなるな。エヴァ、手伝ってくれるよね？もちろんだよ、ルルアちゃん。ルルアちゃんのためなら何だってしちゃうんだから。さすがエヴァ。それじゃあ頑張っていきましょう。こんな感じで大丈夫？
な。これでぐるぐる混ぜて、できた。特製はどれにしよう。これでいいかな。はい、おしまい。どれを作ろうか。行き先はいらっしゃいませ。ご注文は何になさいますか。リーザね、やっぱり圧倒的に美人だな。圧倒的に美人。ちょっと何言ってるの、ルルアちゃん。気づかれた。リーザ姉のこと見てたら思っちゃったんだよね。美人で愛想が良くて人気者、金の大野邸の看板娘として評判で、ついたあだ名が天使の笑顔。くぇ、敗北感が。え、そんなことないよ。私ただお仕事をこなすので精一杯だし、それにルルアちゃんもすっごく可愛いよ。だから敗北感だなんて。やめてリーザね、そういうところ、そういう大人なところを見せられるとなおのこと。やっかみはみっともないぞルルア。あ、マーナちゃんいらっしゃいませ。ジュース。うむ、いただこう。うん、ルルアよ、知っているか、アーキュリス二大美人の噂を。アーキュリス二大美人、何それ。その名の通り、アーキュリスには二人の美人がいるという噂だ。一人はエーファ、そしてもう一人は私。違う、リーザだ。エーファとリーザこそアーキュリスが誇る二大美人と有名なのだ。やだ、二大美人なんてそんな。ま、そういうわけでルルア、お前には勝ち目がない、諦めろ。エーファとリーザ姉が美人なのは認めるけど、私だって美人だもん。どうしてアーキュリス三大美人って言われないのさ、おかしいよ。うん、まあそういうところじゃないか。アリーダ、お菓子も頼む。はーい、ちょっと待っててね。え、そういうところってどういうこと。確かにリーザ姉には負けるけど、私も。ねえマーナ、リーザね、なんとか言ってよ。ねえねえねえってば。行き先はレフレ、品物を覗きに来たよ。あ、ルルアさん、いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。本日もいい品を揃えておりますので、ぜひゆっくりご覧になってください。うん、ねえレフレ。はい、どうなさいましたか。ふと思ったんだけどさ、レフレってものすごく丁寧だよね。え、そうですか。うん、お店だけかと思いきや。本日はお日柄もよく。お、レーフレ、何食べてるの。ルルアさん、こんにちは。食事をしながらですみません。今は
そっか、まあ礼儀正しいのはいいことだと思うんだけどさ、私にはもうちょっとだらーっとした感じで接してくれていいんだよ。だらーっとですか？だらーっと、ルルアさん、何のご用ですか？うん、なんか違うね、言い方が悪かったね。肩肘張らずにフランクに接してくれればいいよ。別に私相手に緊張することないでしょ。ルルアさん、はい、わかりました。ルルアさんがそうおっしゃるなら、レフレ誠心誠意努力してフランクに。全然フランクになってないんだけど、まあいっか、そういうところも可愛いし。フランクに、よし、頑張ります。フランク、よし、出かけよう。もちろんだと思う。何をして遊ぶ？冒険者ごっこ。ごっこ。先生は今日もいつも通りだね。うん、いつも通り大人気。そっかそっか。それで先生、相変わらずなの？もちろんそこも変わってないよ。育児院の運営費を稼ぐためにいろんなお仕事をしてるし、自分の食べる量を減らして子供たちがお腹いっぱいになるようにしてる。そっか、やっぱり先生はすごいや。そうだね、私も本当にそう思う。だからこそ、うん、もっとしっかりして先生のことを助けられるようにならなくっちゃだね。そのためにもルルアちゃんは錬金術のお勉強あるのみかな。うん、先は長いけど頑張るよ。先生とエーファと育児院のみんなのためにね。応援してるよ、ルルアちゃん。でもなるべく早い方がいいかも。じゃないと。私の攻撃受けきれるかな。行くぞ、マーナ・レネン必殺アインツェル完封。完封。先生が持たないかも。マーナ、アルフ、レネン、ストップ、ストップだ、頼む。なんだよ、先生弱っち。弱っち。冒険者ごっこは私の負け。ガク。よし、出かけよう。楽しいお出かけになるといいね。
これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。錬金術の基本、おろそかにしたらバッチが当たるよ。よいしょ。おっとと、水はこぼれやすいから注意して採取しないとね。
そろそろ古文書に書いてあることが分かりそうな、そうでもないような。よし、ちょっとまとめてみようかな。私たちの勝ちだね。
を込めて。初めて来たけど、すっごい綺麗なところだね。空気が澄んでるよね。とっても落ち着くところだね。でも落ち着いてるだけじゃダメだよ。ここには材料を集めに来たんだから。うん。で、ルルアちゃん、古文書にはどんな材料について書いてあるの？太陽のひげ、ここの主が持ってるんだって。主ってことはお魚さんなのかな。でも思ってたより魔物がたくさん。ここで主を探すのは大変そうだな。そうだね。ここはアーキュリスの水源だし、美味しいお水を飲みに魔物も来るんだろうけど。あれってオーレル？すごい、魔物を一撃で。なんだ、ルルアか。それに、はじめまして、エーファと申します。ルルアちゃんの幼なじみです。ああ、そうか。僕はオーレルさんですよね。ルルアちゃんに依頼を押し付け頼んだ。なんか今トゲがあったような気が。気のせいか。そうだねえ、オーレル。オーレルはどうしてここに？ああ、ここには魔物が多いと聞いてな。修行がてら魔物退治に来たってわけだ。ほうほう、それはちょうどいいですな、エーファさん。そうですね、ルルアさん、渡りに船ですね。なんだお前たち、急にニヤニヤしだして。まあまあ、あのね、オーレル、私たちオーレルの依頼のためにここに来たんだ。というわけだから一緒に行こっか。は？いや、はじゃなくて、オーレル依頼人でしょ。依頼人なら
私たちのこと手伝ってよ。意味がわからないぞ。どうして依頼人が手伝わなきゃ。まあまあ、魔物がたくさんいる場所に女の子を二人放置するのも気が引けるでしょ。オーレルさんがいてくれてよかった。よろしくお願いしますね。おい、こら、勝手に話を進めるな。おい、お前。調べないと。丸くしてっと。こうした方が運びやすいの。一気に仕掛けよう。そうです。それ切りたく。つまらない勝負だ。油断するなよ。いつ魔物が出るかわからないんだからな。いけ。平気だよ。だってオーレルが倒してくれるでしょ。どこでも取れて、どこでも使える。おいそ、切って大切な材料なんだよ。来てみたものの、うん、主みたいな魔物はいなかったよね。よくわからないんだが、その古文書とやらに書いてある話は合ってるのか。そもそも突然空から落ちてきたものなんだろう。かなり眉唾なような気もするが。じゃダメだよオーレル。何事も疑うだけじゃダメダメ。信じる者は救われる。信じていればなんとかなるなる。世の中ポジティブでなくちゃ。さすがルルアちゃん。頑張れ。僕はとんでもないやつに依頼をしてしまったのでは。まあいい。それで主のことなんだが、もしかして水中に潜んでいるんじゃないのか。
主というだけあってきっと魚の魔物なんだろう。だとすればありえない話じゃないと思うが。ああ、確かに。だとするとどうすればいいんだろう。お魚だし釣ってみるとか。ああ、釣っちゃうのはいい考えだね。でも魔物を釣れるくらい丈夫な釣り竿なんて。どうした、すっとんきょうな声を出して。いや、古文書が光って。来た来た来た、ほら見てここ。何も書いてないな。もうオーレルにも読めないの。また古文書に文章が増えたんだよ。しかも今回はすごい釣り竿と餌の作り方みたい。まあまだ完全に読めたわけじゃないけど。へえ、ほんと困った時に頼りになる本だね。うん、それじゃあ古文書の解読を進めてみよう。そうすればきっと主とも会えるはず。そう、うまくいくといいけどな。行くってば。よし、頑張ろうね、みんな。どんなピンチが来てもなんとかなるなるってとんでね。書いてあるこの魔物、見たことも聞いたこともないよ。こういうのに詳しそうな人。あ、そうだ、リーザ姉ならひょっとして。ふんふん、はい、これ、その魔物が住んでる場所のメモね。にアーキュリスの依頼を取り扱ってませんから。そうだ、ルルアちゃん、せっかくだから依頼を受けていかない？え、依頼を？そうそう、ね、とこんな感じかな。つまり依頼をこなせば嬉しいことがたくさんある。そういうこと。最初は簡単なものから慣れてもらおうかな。もちろん時間があるときで大丈夫だから、ルルアちゃんよろしくね。はーい。今お願いできるのは
託していい？まあ、うん、なんとかなりそう。よろしくね、ウル。行き先はと。何を作ろうかな。ビビッとくるのは。
また最強の座に。これは眺望に使えそう。やい、何の材料になるか調べないと。おおい、これは役に立つそうだね。どんなものが作れるかな。宝石か、種類によって性質も違う。しっかり勉強しないとね。よいしょ、よいしょ。おっとと、水はこぼれやすいから注意して採取しないとね。植物は錬金術の基本。おろそかにしたらバッチが当たるよ。主だって釣れちゃうはず。まあ別に主以外を釣ってもいいわけですし、いろんなお魚だって釣れちゃうわけですし。静かに釣り糸を垂らして魚釣り、いいねーろ。よし、楽しみが増えた。
さーて、どこに。あれ、リーザ姉どうしたの。まさかまた。うん、そうなの、またなのよ。そのせいで食材が足りなくなっちゃって、どうすればいいのかしら。まあ食材が足りないのは困るよね。よし、ここは私が何とかするよ。食材を持ってくればいいかな。え、いいの？全部私が悪いのに。いいのいいの、リーザ姉にはお世話になってるしね。それに私だって錬金術師の端くれ、困っている人は放っておけないよ。ルルーちゃん、なんていい子なのかしら。ごめんね。それじゃあお願いしちゃおうかな。特に足りない食材はこれなんだけど。うんうん、わかった。ちょっと待っててね、リーザね。うん、気をつけてね。地味を。ストップストップ、リーザメストップ。あ、もしかして私また。うん、危なかったよ。まったく気をつけてよね。リーザメ、腸がつくほどの大食いなんだから。それに美味しいものを見ると見境がなくなっちゃうし。今回だってそうでしょ。また一人で食材を食べちゃったんでしょ。はい、その通りです。リーザ姉は美人で優しいけど、お腹だけは本当に悪魔的だよね。アーキュリス大食い大会不動の王者、ついたあだ名が悪魔の胃袋。天使の笑顔と悪魔の胃袋を合わせ持つとは、リーザ姉恐るべし。だってだって、美味しい食べ物ってとっても魅力的じゃない。だからついつい手が伸びちゃって。ごめんなさい。まあ責めてるわけじゃないんだけどさ、美味しそうに食べてるリーザ姉素敵だし。ルルーちゃん、じゃあこの食材やっぱりちょっとだけ味見しても。それはダメ、これは私が厨房まで運んでおくから。え、そんな、少しだけ、ほんの少しだけね、ルルーちゃん。できっと。よし、出かけよう。さあ出発。今日は何が見つかるかな。よし、ここに行ってみよう。
とりあえずここで試してみよう。しかし錬金術師ってのはとんでもないな。まさか釣り竿を自分で作るとは。さすがはアーランドを大きく発展させた力。やはり依頼をした甲斐があったな。来た、なんかかかった。どっせい。おお、大きい。これが主？みたいだけど、思ってたより強そう。しかもなんか怒ってる。そりゃいきなり釣られれば怒るだろう。けど大丈夫だ。この程度の相手に遅れは取らない。最強を継ぐ僕の剣技、とくと見せてやる。私も頑張る。迅速だ。勝利だな。まったく素直じゃないんだから。さてと、ああ大丈夫だよ。おひげを一本もらうだけだから。ヒゲは手に入ったよね。じゃあ、うん、これでいよいよ解読も進んで、依頼の道具の作り方もわかるよ。やったね。あ、ん？いや、なんでも、なんでもないよ。さあ、ほら、そろそろアトリエに戻るよ。急ごう急ごう。まったく騒がしいやつだ。一人で帰って魔物に襲われても知らないぞ。おい、どんなピンチが来てもそういうことならなる。さあ出発。今日はよし。大自然の前だ。僕、目的地はどこだ。よし、まちゃんとならどこまでも行っちゃうよ。いけ。あー、糸がこっからがっちゃった。こっちがこうで、あー、これは情報に使えそう。何の材料になるか調べないと。植物は錬金術の基本。おろそかにしたらバッチが当たるよ。よいしょ。みっけ。お、これは役に立つそうだね。どんなものが作れるかな。粘土はこねて丸くしてっと。こうした方が運びやすいの。目的地はどこだ。ま、どこでも同じだがな。
ちょっと顔を出してみようかな。レフレ。あ、ルルアさん、いらっしゃいませ。どうしましたか？うん、あのね、ここって参考書を売ってたりする？はい、取り扱ってますよ。値は張っちゃいますが。え、そうなの？本当だ、結構高い。ああ、ごめんなさい。参考書って貴重なものなので。ただその分の価値はあると思います。絶対にルルアさんの役に立つはず。おお、そこまで言われたらがぜん欲しくなってきちゃうね。よし、手持ちのお金と相談してみるよ。はい、ぜひいつでもいらしてくださいね。で、こうだから、よし、わかった。オーレルから頼まれてた道具の作り方バッチリ理解したよ。ふっふん、さすが私の古文書だね。まさかどんどん新しい内容が増えていくだなんて。これは思ったよりすごいものを拾っちゃったのでは。これも私の日頃の行いがいいせいだね。よし、あんまり待たせるのも悪いし、オーレルの依頼品パパッと作って私に行っちゃおう。何を作ろうかな、どれがいいかな。どれを作ろうか。
平気。いけるいける、できた。特性はどれにしよう。これでいいかな。はい、立ち向い、レベルアップ。どれを作ろうか。よし、出かけよう。これでいいかな。オーレル、はい、これ頼まれてた道具。ほう、思ってたよりもいい出来だ。半人前にしちゃなかなかじゃないか。何のことかな。今回の依頼だって楽勝だったし。何せ私はあのロロライナ・フリクセルの娘にして超絶優秀な。いや、隠さなくてもいい、バレバレだ。どうして。古文書とやらをあれだけ必死に読み解こうとしてりゃ、そりゃな。それにこの道具だって何に使うものか、お前分かってないだろ。いっくー、そんなことあります。ま、それはいつか教えてやるよ。とにかく今回は助かった。こいつは礼だ、取っておけ。多くない？こんなにもらっちゃっていいの？手間賃だと思う。半人前に頑張らせたな。オーレル、僕はもうしばらくこの町にいるつもりだ。だから外に出ることがあれば言え、手伝ってやる。半人前を放っておくと何があるかわからないからな。半人前って今に見てたよね。すぐに一人前になってやるんだから。言うじゃないか。楽しみにしてるぜ、ルルア。それじゃあな。うん、またね、オーレル。なってよかった。一仕事終えたことだし、一旦アトリエに帰りますか。行き先はたってまー。ふう、疲れた。いや、本当にどうなることかと思ったよ。まさかあんなに難しい依頼が飛び込んでくるなんてね。でもこなせてよかった。これもこの古文書のおかげだね。ん？古文書が光った。もしかしてまた新しい文章が増えたのかな。あ、見返しに何か書いてある。未来の有望な錬金術師へこのアルケミリドルを託す。アルケミリドル、これアルケミリドルって名前なんだ。それに未来の有望な錬金術師だって。もしかしてこれ誰かからの贈り物なのかな。私にだけ読めるってことは私のためのリドルに書いてある内容をどんどん勉強していけば。
いつかはお母さんみたいなすっごい錬金術師になれるかも。ぐおー、燃えてきた。よし、頑張る、頑張るんだよルルア。目指せ、お母さんみたいな錬金術師。ぐおー。ただいま。どうしたのルルアちゃん、なんか叫んでるみたいだったけど。師匠、聞いてくださいよ。あのですね、あのですね、オーレルとの出会い、そしてアルケミリドルとの出会い、新しい人や物との開口は心を震わせ豊かにしてくれる。エーファや師匠、それにオーレル、みんなし、アルケミリドルを手にしていなかったら、きっと今の私はここにいないはず。だからこれは開口の章、たくさんの出会いを重ねられた幸せな時間。今度でもう何年になるんだろう。あれ、手紙が来てる。ふんふん、何何。アトリエ営業許可更新手続きのお願い、ロロライナ・フリクセル殿。貴殿のアトリエの営業許可の期限が間もなく切れることをお知らせいたします。つきましては更新のためアーランド議会までお越しください。なお、こちらは3回目のご連絡になります。早く来なさいよ、じゃないと冗談じゃ済まないわよ。アーランド共和国首相。師匠に話を聞きに行ってみよう。行き先はと、期限がねえ。まあ、ロロナさんに何かあったわけじゃなくて、とりあえずよかったわ。ごめんなさい、私もこんな手紙が来てびっくりしちゃって。で、どうなんですか師匠、これ放っておいても大丈夫なんですか。ううん、ダメ。目の連絡ってことは割と深刻。ロロナさん完全に忘れてたんだろうね。多分次に手紙が届いたら、その時はアトリエ営業許可取り消しのお知らせって書いてあるでしょうね。
どうすれば私はどうすれば。落ち着いて。解決策は一つだけ。それもすごいシンプル。ルルアちゃんがアーランドに行って営業許可の更新をすればいいだけよ。え、私がアーランドにですか。そう、ロロナさんの代わりに手続きをするのね。簡単でしょ。確かに簡単ですね。でもちょっと不安かも。私そんなに遠出したことないし。だからこそいい機会かもよ。アーランドまでの旅で学べることもあるはず。それにアーランドはロロナさんの故郷。お母さんの生まれた場所見てみたいでしょ。はい。なら決まりね。私もアーランドに用があるし、一緒について行ってあげよう。え、本当ですか。やったー。師匠がいれば百人力だ。マスター。うん、分かってる。百人力とはいかないんだよね。アーランドまではかなり距離があるし、魔物も出る。だからできればもう少し人手が欲しいところ。人手か。心当たりはありますね。そう？じゃあルルアちゃん、その人たちを誘ってきてくれる？はい、わかりました。パパッと行ってきちゃいますね。旅についてきてくれそうな人、エーファとオーレルに相談してみようっと。